世界中で幅広く愛用されているハンディフードプロセッサーバーミックス、バーミックス M300 をご紹介します。回転する力が旧モデルの 1.5 倍になり、パワフル、スピーディーに毎日の食事作りをサポートできるようになりました。バーミックス M300 はアタッチメントを付け替えることで、潰したり混ぜたり泡立てたりと多用途に活躍します。スイッチを入れると先端のアタッチメントだけが回転します。容器を傷つけることもありません。早速トマトジュースを作ってみましょう。トマトを入れたグラスに差し込んでスイッチをオン。あっという間に出来上がりました。使用後のお手入れも簡単。刃を外して隅々まで洗えるので衛生的です。野菜たっぷりのポタージュを作ってみましょう。鍋の中で直接潰せるのはバーミックスならでは。先端を水面下に沈めてスイッチを入れると自然に水流が巻き起こり、材料を効率的に潰せます。M300 ならふんわり口当たりの良い滑らかな仕上がりです。次はマヨネーズです。材料を容器に入れてスイッチオン。わずか10秒で出来上がりました。卵の代わりに牛乳や豆乳を使っても美味しく作れます。スーパーグラインダーを使ってごまをすってみましょう。バーミックスをセットしてスイッチオン。あっという間にすりごまができました。さらに時間をかければとろとろの練りごまが完成。その他ふりかけ、そぼろ作りやパン粉、コーヒー豆をひくこともできます。今度はスライシーを使ってミートパイを作ってみましょう。まず玉ねぎをみじん切りに。スライシーはこれ1台でフードプロセッサーの機能をこなす働き者です。肉のミンチもあっという間。角切りでも薄切り肉でも大丈夫です。パイ側の生地作りも簡単です。粉ふるいからバターと粉の切り混ぜも楽々。同じ要領でタルト生地やクッキーの生地も作れます。これが焼き上がったミートパイです。この他付属のディスクセットを使うと野菜のスライスや細切りもできます。 M300 は3種類、本体は同じですが付属品の違いから機能がそれぞれ異なります。ぜひライフスタイルに合ったセットをお選びください。料理本やレシピサイト、料理教室の開催などソフトも充実しています。長く便利に使えるバーミックス、どうぞ手軽に幅広い料理作りをお楽しみください。